ガイウスプリニウスカエキリウスセクンドゥス。ガイウスプリニウスカエキリウスセクンドゥスは、低聖ローマの文人、政治家。北イタリアのコムム生まれ。父の死後、母方の叔父である、博物学者、政治家、軍人のガイウスプリニウスセクンドゥスの養子になった。叔父との区別のためじをプリニウスと称される。元老院議員として、トライアヌステイに対して捧げた、賞賛の演説、少子と、 全10巻の書簡集が作品として知られている。書簡集は103年頃から出版したもので、96年末頃からの書簡を収めていて、当時のローマ社会を知る上で極めて重要な資料である。書簡集第1巻から第9巻には指針を収め、友人、知人宛の247通からなる。第10巻にはトラヤノスと交わした。 公的書百121通を収め、末期初からの14通は、ローマでプリニウスが書いた手紙と皇帝の編書1通で、残りの107通は109年秋から、不認知ビジュニアポントスで暮らしたプリニウスが、俗州総督として、トライアヌス宛に書いた手紙とトライアヌスの当初で、構成されている。112年頃書いた手紙及び、トライアヌスの当初による指示は、皇帝礼拝を拒否し、 イエス・キリストを崇拝するキリスト教徒に対する処遇方法を知ることができる貴重な資料となっている。タキトゥスとは友人で彼の求めに応じておじが死んだ日の様子を語った書簡が書簡集に含まれており、ベスビオ火山の噴火の様子を知る貴重な資料となっている。プリニュースは資産家としても知られ、総額に億セステルテウスの資産があったと考えられている。 古代ローマ研究者アール・ダンカン・ジョーンズの研究によれば、資産者リストの21位となっている。小惑星プリニウスは、小プリニウスの名前にちなんで命名された。ありがとうございます。